はい、えー、年の瀬恋愛講座のちょっと補足なんですけども、まあ、私が年の瀬恋愛のことについてお話ししようとするときの大前提っていうのはもうお分かりいただけたと思います40代50代の男性が20代の女性に対してこう恋心を抱くっていうんですかね攻略していこうとするときのために私の考え方をね体験とともに発信しているわけなんですけども逆にですね年の瀬恋愛まあ例えば女性が40代とか50代でそれから男性がね まあ20代とは言いませんけども30代40代要するに10歳ぐらい下10歳以上年下の男性を、まあ、あ恋愛対象にする場合ですねこれはね私は思うんですけども人間男性でも女性でもある程度そうなんですけども自主自立しているのって20代ではなかなかそうもいかないんですよやっぱり多くの人に信頼されて自分なりの世界を作ってで経済的にも精神的にも自立するのってのは40代とか50代ぐらいなんじゃないかなと思うんですよね もちろんそこから新しい自立に向けてさらに高いレベルの人格を整えていくってこともあると思いますけども、まあ、少なくともね40代50代で20代レベルの自主自立経済的不自由こういったものを抱えているとなかなか恋愛どころじゃないっていうふうになっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。そういうふうな人と恋愛するとやっぱりお相手も結構苦労しますんでね恋愛してなんかその積極的な 苦労を買って出るっていうのはなかなか考えにくくて恋愛や結婚すると少なくとも今よりも何か状態が良くなるってものを求めると思うんですよねで今回何が言いたいかというと40代とか50代の女性がある一定のレベルで自主独立をしていくと今度はね恋愛対象の幅も広がると思うんですよ、うん、あの極端な話言うと頼りない男性に対して恋心を抱いても十分 あの、抱擁できるっていうかね、抱えていけるっていうことから、恋愛対象の範囲って広がるんじゃないかなと思うんですよ。で、女性も若いうちはね、やっぱり頼りがいのある男性とか、経済的に、うん、安心できる男性っていうのを求めていくって選択肢が多いと思いますから、そうなると、どうしても20代ではね、うん、人生の先を行っている5歳先、10歳先、場合によっては20歳ぐらい先の人とやった方が、 ものすごく安定感は出てくるのかなと思うんですよでね40代とか50代でしっかりと稼いでる旦那さんがいたら20代の自分っていうのはビジネスからね金稼ぎから脱出してもしかしたら旦那さんの経済的自由さを享受できてね自己実現に向かってなんかまっすぐ進めるかもしれないんですよ。そそうなるとその自由を 手渡してくれている自分のパートナー旦那さんとかにものすごく愛情や信頼や敬意を抱けると思うんでいい関係になるんじゃないかなと思うんですよねそれと同じようにやっぱりね50代とかでいろいろ物事をわきまえてまあ極端な話多少の浮気は目をつぶってくれるような言ってみればねすごく大人な女性っていうのは自分の恋愛対象の守備範囲をかなり広げれるんじゃないかなと思うんですよ通常でしたら 50代になってくるとやっぱり年上っていう風な考え方になるかもしれませんけどもでも自分の能力が、まあ、ある一定のレベルを超えると代代ととか30代の男性とでもううまくやっていいけるんんじゃないかなかと思うんですよね、うん、まあもちろんね男性に依存するところがほとんどなくなってくるんでなんかいい環境を築けたりとか男性に依存するところがないから自分の主義主張とか自由っていうのも女性自身守れていけるみたいなね。 でそうなってくると逆の例でね若い女性と恋愛結婚する40代50代の男性っていうのは女性の人生運命を握ってますからいざという時には何なら別れようかっていうね奥の手が出てくるわけですよそうなると女性としてはねもう打つ手がなくなっちゃうということなんでしゅんとせざるを得ないっていうねまあそういった年の瀬恋愛の、まあ、私がよくね40代50代の、まあ、男性からの20代女性への年の瀬恋愛っていうのは 結構ね、あの、不安定な上に成り立ってるとも言えるわけなんですよ。うん。だから依存できるのはありがたいことだけども、逆に言うと、その男性に呆れられたりとか嫌われたりすると、そこですぐ終わっちゃうってことなんですよね。うん。だから男性としては、そういう風な、相手が抵抗できないようなカードを出さないようにしていかなくちゃなと。それもだから、大人の余裕なのかなと思うわけですよね。それでいて自、まあ、自分の自由さを バランスよくく守っていくこととか、女性の個性とか自由っていうのもやっぱり尊重していくっていうのはね人格的にすごく大きいところが求められると思うんですよこの年の長さ恋愛はそれはだから男性と女性が逆になっても同じで相手の立場をよく理解していちいちね、えー、こう感情的にならないぐらいの,あの人生一回り二回りした人がですね40代50代とかで恋愛すると 女性から男性若い男性のアプローチもこれは受け取ってもらいやすくなるんじゃないかなと思いますよね。はいえー、ということでございました。やっぱり立場はね違いますけども相手の求めているものをいかに与えていけるかっていうことがまあ恋愛ではすごくキーポイントになるんじゃないかなと思いますよね。もちろん恋愛は感情で起きることですけども感情維持しようと思ったらあの理性とかねそういった実質的に必要なものってのが揃ってくると思うんですよね。 だからそこはそこで一人でしっかりと相手がいない時にも鍛えられることなんで稼ぐ力コミュニケーション能力表現力責任感行動力こういったものは、ね、体力もそうですしね、うん、普段から培っていきたいなと思いますそうするとご縁っていうのも広がるんんじゃないかなかと思うんですよだから出会いがない出会いがないっていう人ねちょっとね最後言いたいんですけども出会いを自ら作ることすらできずに恋愛はできないと思います、うん、きっかけは自分で作っていきましょう で女性との恋愛がうまくいったり、まあ、女性から見ると男性ですけどねやっぱお付き合いが始まるとそのお付き合いをしている二人の関係もしくは家族を持つと家族っていう単位で問題解決を自らしていくっていうことが求められますんでね。うん、ですんで問題に感じていることを多少人の手は借りることがあっても結局自分で行動できるようになっていなければたとえ付き合いが始まったとしても。 自分から行動できないわけですから、まあ、ちょっと結果は見えてみるのかなと思いますね。はい、補足動画でございました。皆さんからのご意見もお待ちしております。